皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もゴーストオブツシマ遊んでいきましょう。さあ前回について伝説の昇級に関するクエストを攻略中です。で前回間違えてのこっちの神社に来てしまいました。日吉の神社でなんだけど、おそらくねそこだと思います。小島絵はこういう感じ。あ、でやっぱり咲いてますね。ほらそこになんだっけ、アジサイね。なので一旦帰ろうか。山を降りる。でですね、こっから、よし、だいぶ近い。こっからどう行くの？あれはそう違うんだな。あっち行っちゃった。なので、そっから見て、あ、そっちか。そこに行けと。じゃあ、こっから下ろうか。まずひたすら海岸まで下っていく。ああ、でもね、すいません。これ、またこれ前回と一緒のルートだわ。なので、ここじゃこれないのか。違うんだ。戻ってそっち。よし。まずはそうだね。爆走してこっちか。そこら辺まで行きましょう。でもこの感じもいいね。冒険っぽいわ、本当に。本作もね、結構売れてるみたいですね。で、Amazon では品切れになってました。次の入荷が8月2日だったかな。ディスク版。この高さもこれ死ねるんだよな。なので、ここは普通に下っていく。よし。自分はね、もう最近もっぱらDL版ですね。やっぱ発売日の0時から遊べるっていうのがね、大きすぎる。できれば PC 版とかもそうしてもらいたいんだけど。また青い花、また青い花。なんで2回行ったの？大事だから。よし。さあ、こっから下っていきたいところ。どう下るか。下れる場所あるか。これかな？いやーでもこれはちょっと違う、臭いぞ。さすがにちょっときついね。どっちかな。多分花をたどっていくと思う。あー、これそこなのかな。そっちのね、ほらそこだわ。でこうバーっといって下っていく。よし。さあ、ここは飲む。よし、行くぞ。さあ、この坂、これを下ってもうちょいでね、ここは泳ぎかな。さあ、僧兵来るのか、守ってるのか、行ってきます。うん、まさにここ。さあ、次のタスク、小島を調べろ。ここに物資はないね。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。矢もあるしね。さあ次、あ、これ違うんだ。ここじゃない。関与するな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ、何を言いたい。言わないと思え。弓を追うでないぞ。天狗の僧兵、あいつどこ行った？彼もだって泳いで帰るんじゃないの？こっちの方行ったな。そこら辺にいるのかな、もしかして。隠れてんのかな。つけておったのか。さあ次。こっちの方らしい。日吉の山。ちょっと待ってね。じゃあ次の絵。これか。ここに行きなさいと。また花ね。じゃあそうだね。
この辺り。でですね、トラベルしてきて、こっからどっかな。こっちの方。方角的に、多分そっちかな。これ、ね、風が吹かんわ。どうなってる？マップ的にこっちだよね。こっからちょい右か。こっちの方。いや、でもここら辺はわからんな。あ、あれ花かな？もしかして。あれですね。そこか。くそ、この高さ。青い花、この方向だ。さあ、着いたよ。多分ここにあるんでしょう。伝説の長球。使い勝手はわからない。半球と比較して。さあ、どこかな。あ、それっぽいね。弓はあそこだ。祀られてる。長球を手に入れろ。これか。打ち常の長球。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取りつかれることになるぞ。初の精神世界バトル。ちょい早い、こいつ。はい、ただ見切りやすい。撃ってこい。そう、呪いが恐ろしくはないのか。猛虎を倒すことが先決。あ、それはあれだわ。そう、早いやつ。試練ね。いやいか。いや、今の蹴り入った。危ない。なるほどな。首を洗っておくがいい。いや、行く。はい。いやー、食らった。早いな、しかしこれ。おっし。さあ、もうちょい。さあ、これでクエストクリアで報酬の超級。威力が高く照準を合わせやすいが、引き絞る時間が長い。これどうなんだろう。どっちがいいんだろう。バランス的に見るとやっぱりこっちかな。照準こっち。でもね、照準正直困ってないんだよな。まあ一応使ってみようか、せっかくだから。あと破裂矢、超級で使用可能。着弾後に爆発して周囲の敵に火をつける。そうか、これが使えるんだ。長球の利点ね。こういう弓。ああ、確かに。引き絞るのがね、割とこれ遅いわ。こっから始まって、
これで、マックスね。どうなんだろうな。あと、破裂や。大きな爆風が巻き起こる。まあでもそうだね。こう、瞬時に切り替え可能なんだ。あ、これいいね。じゃあやっぱ、そこはこっちかな。半球。で、使いたくなったら、長球っていう感じですかね。よしよし。じゃあ、これで一旦強化に行きましょう。刀を。これね、確か担当だったかな。あ、待ってね。よし。太刀を鍛えますか。そう、担当の方ね。よし、じゃあこれでマックス強化。速さと隠密ね。静かさ。お待たせしました。ありがとう。助かった。あと他はもうできないね。次、罠か。こっち、罠し。よしよし。じゃあこれで次メインクエストね。もしくは拠点潰すか。これはいいかな。じゃあメインクエスト行きましょう。こっち。これが陣の道。浪人の筒にいる。菅笠衆と呼ばれる浪人どもはならず者ではあるが、叔父上を救い出すのに加勢してくれるかもしれん。仕事を引き受けてくれるか、まずは話を聞いてみねば。噂によると、これキーチかなの草原で猛虎を襲ってるらしい。行ってみようね。まず海辺に向かえ。で、ずーっと行ってこっち。これはトラベルかな。八重地。でもって、ノブ呼んで。よし、ノブ。海辺。このね、ずーっと正面だわ。あとね、本作、なんかね、中国側からすると、ちょっとね、評判が悪いっていうかね、なんて言うんだろう、日本を美化しすぎてんだろうっていう苦情があったらしいよ。まあ確かにモンゴル軍ね、中国人だもんな。明らかに悪者だしね、本作中では。さあ、この辺り。岸平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが、猛虎の荷車が襲われたのか。まずここかな。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。ほぼほぼこれもう賊じゃない。向こうにもムクロが見えるな。行ってみよう。ムクロをたどれ。あー、そっちだわ。馬逃げてきた。まだ生きてる。ここまで逃げてきたのか。これ殺せる。よし。さあ、キルコを回収してからのこっち。堺陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。
先ほどね、雄三さん、多分ただの傭兵さんかな。はい、よし。さあマックス、コモダの恨み晴らしてやる。一人も残すな。さあ型を変えて勝ち割る。いて、あとまずこいつ。あとですね、すいません、ここでダッシュ切り、これを取っとこう。ちょっとつ、今まさに使いたかったダッシュ切り。よし、あとは次々と囲まれるなよ。さあ試練、あーあと隊長来たわ。プラスなんか、そうこの縦道ね、ちょっと気力を回収しよう。わっち大丈夫、龍像ぶっ飛んでる龍像これ大丈夫だ。よし、まずはそう数を減らしたいんだけど、9兵がいい。おい、こんなんずるいだろ、そこの段差から撃ってくんの。はい、よし、はい、花の試練いった。よし、さあ隊長あと一人、月の方、ただの傭兵さんもね、すごいいい声優さんなんだよな。クリント・イーストウッドのね、機械がね、すごいの。肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。手段の申し出だが、おじごのことなら難しい、生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない、今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう、宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん相も変わらず強引だな。行こうか。最近だとあれだわ、 FF のドン・コルネオもただのさん。歩くのか。あとね、過去のゲームだとゴッド・オブ・ウォー、あの首だけのおっさんね、ミーミル。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。7つ前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのか。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。これ丸かな。なぜ叔父上を訪ねなかった。職があったらな。お前が望めば志村家に仕えるよう口利きはできた。いらぬ世話だ。腕を立つしね、龍蔵さん。荷車だ。飯が残っておるやもしれん。体。お侍、お侍。こっちね、お侍こっち。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ、宿営は近い。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われたな。望みは何だ。望みは何だ。一生分のタタ酒。それだけか。あとは寝床、仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、俺だ。
か。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友酒井だ。みんな腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る、殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。なんだろう、意外と弱気だな。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。ニナを喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、対はなかった。いいさ。でね、こうたまたまペアルックなの。本当にこれたまたま拾ったんですよ、これを。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし、頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。さあ、これでクエストクリアで、報酬浪人の袴、刃を振るって生きる男衆の袴、あとボロボロの菅笠、すでに傘としての役目を終えている。これはいらんだろう。さて、で、この次。ここね、割と近い。これも陣の道、竜蔵のターン。幼馴染の竜蔵は菅笠衆に加わっていた。どうやら頭を務めているようで、頼みを聞けば菅笠衆は、叔父上の救出に助力してくれるという。その頼みとは、腹を空かせた手下のために兵糧を得ること。大平砦近くの部署で竜蔵と落ち合い、猛虎は砦に隠した兵糧を取り戻そう。よし、取り戻そう。じゃあ、トラベルします。さあ、こっから、ノブ呼んで、これ、この衣装これ変えていいのかな？多分、変えて大丈夫だよね。防具。ボロボロの菅笠、これはいかんだろう。どっちかっていうとこっちじゃない？と、武家の鎧。これでいく。浪人。これがですね、ステルス特化ね。敵に察知されるまでの時間が 10% 長くなる。あと、近接攻撃。威力 15% アップ。で、最後。かがんだ状態で茂みから出ると、敵に察知されるまでの時間が長くなる。まあでも、やっぱこれでいいかな。武器鎧。さあ、墓所ね。この辺り。竜像は墓に。大丈夫。ノブはそう、頑丈なんです。竜像さん。声はする。どっかな。30m。 あ、よし、近い。この格好でどうでしょう。ダメでしょうか。いいでしょうか。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七
死に生ありだ。死地に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。おい待ってね、コオノギ。よし、中に大勢いるぞ。櫓にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。じゃあまずソロプレイね。一人で櫓から目を離すな。分かったよ。多分ね、こっからこう行くのかな。筒のかがり火台。敵の数、あーこれは多いぞ。結構多いぞこれ。となったらそうね、まずこいつかな。ここら辺から。よし、さあまずはヘッドショット。あとなんだっけ今のタスク。ちょっと待ってね、今のタスクがですね、進行状況、のろしずつ、これを壊せ、30m。これどこにあんの？そこね。じゃあまずはパパッとそこに行こうか。あとこいつ、これもちょっと危ないんで殺しとく。よし、下のそいつ、あれちょっと不安なんだよな。まあでも見えないか。こっからこう行こう。正面あいつね。そう、あれが裏向いたら来ます。と武士、今です。あと上にいる。そう、ここに一匹やめるし。と武士、おしと。じゃあこれで壊しましょう。合図してやらねばな。やぐらの火が見えるはずだ。で、火を灯す。いいね。今ね、8分の3かな、これで。残り5個。頼むぞ、龍蔵。さて、行こうか。待ってね、その前に噂が広まった。対馬の英雄で体力アップで最後のアングね、取り持ち玉くっつく鉄火薬を詰めた袋に松ヤニを塗れば敵の体にひっつく。これね、プライベートライアンでも似たのあったね、くっつき爆弾でね。スキルポイント、これどうしようかな。取り持ち玉、近くで爆発が起きてもダメージを受けない。これもなかなか便利ね。どうしようかな。ちょっと待ってね。型、武士、ため切り。これもいいな。ため切り。一応取っとく。使うかどうかよくわかんない。さあ、これでいきます。取り持ち玉。じゃあ、早速。一人も残すな。あ、でも待ってね。取り持ち玉、これ、どう使うのこれ。これか。取り持ち玉。誰でこいつか、まずこいつ殺すぞ。よし、そこ、あ、奥行っちゃった。はい、どう、あれくっついてない。くっそ、回収はできた。取り持ち玉、これね微妙だな。本戦の最中でエイムを合わすってのは難しいな。取り持ち、こういうとこだったらいけるかもしれない。これ、え、これどうなの、これなんか爆発しなくない。あ、すいません、これ鈴だったわ、すいません。鉄ハウス鈴爆竹、取り持ち玉、あ、そうそう、 R1 か、なるほどね。すいません、完全にボケていた。じゃあここら辺で、これよし、くっついた。
やったなんだこれ。でこいつもこれさあぶっ飛ばしてからの試練と取り持ち玉。おーし、怒ってた。そうこれね、結構怒ってます。さっきの鈴か通りでで苦悩にしてどう死ね、この畜生ども。敵はどこ、もういないかな、ほぼそっち。さあ物資置いてからの、はい、いいんじゃない。これで最後だ。食い物を探そう。いかがでしたか。さあ敵の物資、食い物じゃさっぱりだ。どこかな、そこら辺じゃない、ほら米だるじゃない、米だわら、米だるじゃない。これじゃないの、皆さん違うんですか。それかお家の中か。これは、あーこれ日本人か。これもえぐいね、こういう風にこれ的にしたんだ。もう遊びだよね、そこまで来ると。どう？ないのかな、もしかして。ほら食料を運ぶんだろう。食い物がねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。干渉ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ、追いつけやしない。砦では奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。さあ次船か。多分戦場戦が待ってると思います。じゃあそうですね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦これ終わりにして、で次回ですね、その船かな、追っかけていきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ゴーストオブツシマでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。